はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回はハーツオブアイアンを現代本となってますね。たまにね、少し前にプレイしてたゲームの名前をポロッと言ってしまうことがあるんで、今回はハーツオブアイアンを現代本、共産化した韓国でのプレイになります。続きになるんですけども、前回タイにね、中国とともに戦争を仕掛けて、バンコクに核を落として、タイをね中国陣営に引き入れたというところまでプレイを進めたと思います。で、今回はですね、続いてミャンマー、ここに戦争を仕掛けるための工作を行っていきましょう。さらにインド、ここね、インドを倒せれば、もうアジアでは敵なし、日本のみということになると思うので、このねインド、加えてバングラディッシュといったところをね、攻略、戦争を仕掛けていければいいかなというふうに思っています。では、時間を進めていきましょう。それに、戦争に備えてね、軍の展開とかもしていっちゃいましょうか。で、研究の方はですね、もうやりたいもの、欲しいものは基本的には入れているので、空いているものまでやってないものを中心に、どこどこと入れていければいいかなと思ってます。では、軍を展開していきます。やっぱりね、精鋭中の精鋭、戦車部隊。あとは、第4、第5の両軍を投入していこうかなと思います。数は少ないんですけど、その分ね、補給がある程度余裕を持ってできるという利点があるので、この第4、第5軍、それぞれ8から10師団程度のね、割と規模としては小規模なんですけども、この軍を使っていこうかなと思ってます。これで軍の展開が始まります。あとはですね、空軍を展開しておきましょう。空軍の展開を進めていきます。今空軍の展開中ですね。ミャンマー上空の、制空権。これを確実に取りつつ、この後のインド攻略を見据えて、ベンガル湾もね、ある程度抑えにかかっておきましょうか。で、輸送はミャンマー上空に輸送を行います。こんなところですかね。さらに空いているものがあれば扱っていきましょう。マルチロールが40強度配備できるので、マルチロールを40強度配備していきます。これも、ミャンマー上空の制空権を取りに行きましょう。で、他はどうだろうね。余っているところがあれば、しっかりとね、実運用に乗せておきたいので、持っていっちゃいましょう。空軍の展開が、一通り完了したかな。で、自動操縦に関しては最新のものがね、これで研究としてできましたというところになりますので、生産のラインも切り替えていきましょう。これに合わせて。で、他は先ほどのようにもうやりたいものはね、ほとんど入れているので、まだやっていないものを中心に研究は進めていきましょう。で、あとは思い出したように中国。ここに関係の改善。ちょっと待ってくださいね。今何か出ているので確認します。台湾、中華人民共和国を拒絶ということで、台湾が改めてというか、ここで中国とは別物だよっていうのをね、あらわにした形になるのかなと思います。で、台湾に関して言うと、アメリカから独立保障を受けている以外、特にどこかの陣営に入っているというところはなさそうですね。ではまた時間を進めていきましょう。
長編のところもね、もう舞台数もそうなんですけど、今どっちかっていうと補充と更新を優先しましょう。で、人的資源に余裕はあるので、この後できればね、機銃を中心に作っていきたいなと思うので、生産のラインをコントロールしていきましょうか。今だと、どうだろう。飛行機関連が全く作られていない状態になっているので、飛行機関連をちょっと作っておきたいなというところでは、何を削るかですね。まずは、兵輸送車、工場を3つ削って、その分を当て込んでいきましょう。あとは、戦車も1つ削って、本当はね、削りたくないところでもあるんですが、まあ、一旦削りましょう。で、その上で、アルミ、これを中国から。さらに、タングステンも中国から。で、鉄が余るので、鉄の輸入を減らします。これでいいでしょう。時間を進めます。はい。そしたらですね、今、海軍の展開をベンガルは、まあ、インド洋付近まで展開を進めました。で、そういったところで、ミャンマーに対しての宣戦布告が可能になりましたので、ミャンマーに対して宣戦を布告していきます。で、ミャンマーに対して進める軍はね、展開済みのものを一気に進めていきましょう。まあ、きっとまた中国が核をどんどん落とすんじゃないかなという気もするんで、ここは見極めていきます。ただ今回は中国に対して宣戦布告した後にね、参戦要求をしていないので、うまくすれば中国の力を借りずにミャンマーを併合できるかもしれないですね。それが叶えば一番いいな。いや、さすがにミャンマーも国境の守りは固いですね。中国軍に賛成して一気に、戦いが進みましたね。戦場での方なんですが、一応我々、韓国が一番稼いでいるので、ここはどうだろう、全州の割譲は無理でも北ミャンマーの割譲は可能だな。北ミャンマーの割譲でいきましょう。で、南ミャンマーの割譲は無理なので、終わりかな。これでちょっと確認しますが、一応まあ、いわゆる北ミャンマーと呼ばれている領域がちょっとね、中国軍がうようよしてて見づらいですけども、割譲した形、併合したという形ですね。南ミャンマーに関してはどうだ、ちょっと見づらいですけど、これ見ると革命ミャンマーになってますか。国としては革命ミャンマーになってますね。はい。ではこの後はインドとの戦争に備えて軍の展開を行っていきましょう。インドとの戦争はね、とんでもないことになるんじゃないかなと予想されるので、まあ、しっかりとね、中国の支援を得ながら戦っていきましょう。本当にインドが旗がつけばね、いよいよ夢の日本併合というものが見えてくるので、まあ、まずはそこに向けてしっかりと進めていきたいところになります。
はい、インドに対しても宣戦布告が可能な状態になりましたので、インドへの宣戦布告を行っていきたいと思います。でその前に研究枠とかが空いちゃってるので、このあたりを、まあ、本当にもう話してると適当に埋めていっちゃいましょうか。やっていないものをずらずらとやっていく。でこの後はもうやっぱりインドとの戦い次第で、まあ、今後の行く末が決まると言っていいと思うので、まずはねこのインド戦に全力を注いでいきたいというふうに思ってます。インドに勝利できればね、いよいよ日本との戦いということになると思いますので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回はですねインドとの戦争、これを追っ始めていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。